そしてメインにまだ1人が残っているのがギャンピーの位置ですね。このラークがうまくいくかどうか。リテイクが始まります。フォルトライン、そしてコブラのリテイク、ファーストブラッドコブラ中を取っていく。テゴゲーミング、残り1人だ。パーフェクトラウンドなるか。これは当たれない。パーフェクト。まずはこのオープニングのファーストラウンド、ナノスワーム、フォルトラインを A ショートに入れて、ファーストブラッター桜井、前に入っている桜井、コブラにまずは勝負をさせる。1人取った、2人取った、強すぎる。ブレードストーム、3人目、4人目、ラストは神谷リエースか。2022最初のエースはコブラだ。早すぎるよ。ファンからすれば少しスキンが分かりづらいかもしれませんが、まあ、それでも使ってる武器は設置をさせますが、さあ早めのローリングサンダー設置はできていません。スパイクはまだ設置できていない中でのアーヘクサードの攻めとなります。人数状況不利な状況であれば前に出るのが必須です。見えた、DP、しかし最後このタイムアウトを経てどうヘクサードも変わっていった。コブラのバーストブラッド、今日変えましたね。そのままシーン流れ、雷、アストラでありながらダブルキル、エントリーで雷を使っていきました。もともとはリジェクトのパワフルな選手ではありました。現在はアストラを使用しています。さあ世界を分かたれた。さあこれ分かっち、おっと後ろから、おっとローリングサンダーの開始、ブレードストーム切った。しかしここにはフラックス、しっかりがいる。武器を持ち替えた。さあここは桜井、まずは倒されてミサイルのファーストブラスト、フラッシュからここにはフラックス、これで1-1と気づいた。これで3-4、あとは中のみ。シーカーを放って3-4の状況、リテイクは始まっている。あの前に出るブロフェルド、ここには3人でピーク。ランデブーもここはサイドに引き込んでいるのが戦国ゲーミングの配置、面白い配置の中、コブラ1人に頼る。この AC は戦国ゲーミングの思惑通り1人取りますが設置完了。シーカーが飛んできました。ここ外すブロフェルド、やった。そしてランデブで帰ってくる。そこをミサヤが抑えて、人数状況3-2、フラッシュを入れながらもトラネコ時間は稼いだ。フルドックでワンキル、ワンオンツー、ラスト桜井、ワンオンワン、ブリンクアウト、どっちだ。3次元勝負はコブラ、ヘビーでチはさせるけれども、じゃあ B はどうする。先ほどねどうにかなるか、前目出た、前目でブロフェルド、ランデブはない。これで前に出る。ラストはフラックス、ジャンピンミサイルのリテイク、フラックスワンオン、ジャンピン横から8本目も戦国ゲーミング。昨年の VCT のステージ1を思い出します。ここはローリングサーダー食らってない。コブラ、コブラは食らわない。ただアフターショックギリギリ避けた。4-2、手前のフラッシュは当たっていました。トラネコ150の体力、コブラ体力30。裏からブロフェルド、ここはオーディン構えた。アートが1人倒して、人数状況この前半最後のラウンド、コブラ返しのアビリティロックダウン。面白いのが B から、その B は警戒しているアート、雷のラークはしっかり把握していました。そしてうまくフォールトライン、フラッシュ2個目を使って左をケア、スモークイン、有利なポジションを取ったミサヤ、取り返し TP、 さらにはアート、ファーストブラッド雷、ガレージでワンピック取って TP が抑えられました。その間 C にはアートを残して、ガレージプッシュのギャンピン、雷のカバー、ミサヤもカバーして、このまま C 展開。設置完了、ロングに下がっていきます。後ろからトラネコ、あーでもこれ2人音聞こえましたね。あとさすがにそこは警戒できてないが、フリックで倒した。横を取ったコブラ、ラスト1人はブロフェルド、3発ありますか。ワンショットは切る。アートミサヤはワンショットで倒せます。どうだい。
避けた、外した、あと2発、肘が見えた、クラシックに持ち替えた、しかし体力の多いコブラが回します。コブラの体力は残り20ぐらいでしょうか。ヒールを回していく、しかし上にいるコブラ、桜井のカバー、雷のジャッジ、ブロフェルドもうまくヘッドハンターで倒しています。どうじゃジャンピン、クラシックだぞ、クラシックだぞ。しかしブロフェルドのカバーが入りまして、ラストはワンオンツー、アートが残ります。ジャンピーク見えました。ハーフまではいけていません。音で分かっています。さあ吸い込み、ここでもハーフはいけません。どうするヘクサド、ジャッジのブロフェルド、ここはジャッジです。なんとか首の皮1枚攻めることが大事です。うん、意外とバロラントは勝っていてもクレジットが苦しい時っていうのはありますからね。そうです、結局人数削られるとまたね、2900クレジットと1000のフルシールド買わないといけないので、はい、まあ、3900も毎回ね使ってしまうとお金がありません、ね、そこにアビリティが入るとね。さあフラッシュ、誰かしらいるのが分かった。優位な戦国ゲーミング、エントリーさせないコズミックディバイドを打って時間稼ぎ、しかしアートは待っている。いやー、ここで削られると苦しいぞ。5対3、ここは雷待っているがラークというところが分かった。その間に A エントリー、フラックス反応できず、4対2。そしてリードに隠れている可能性もありますが、いつ打つんだ。コブラ反応した瞬間、ローリングサンダー決まった。多いけどもカバーの上がり、センターにはコブラ、そこにはフラックスが対応して、4対3の人数状況。フラッシュからのエントリー、ミサヤが入っていきます。横にはギャンピン、トラネコ時間稼ぎ、タレットも反応しています。裏から回ったトラネコ倒せず、雷、そしてミサヤ、そしてギャンピンのカバーによって2対2。おっとだ、ショックダーツでミサヤギャンピン落ちました。マーシャル、さあ前に出ていくコブラ、ファーストブラッド、そこからの B エントリー、メインからはネオが入っていく。フラックスのダブルキル、ハイギアで入っていくギャンピンに対してはトラネコのカバー、トラネコをダブルキル、そして中にフラッコブラ、いやーブロフェルドを抑えた。コブラダブルキル、早すぎた。なんだよ、押せない。フラッシュは本当に運よく反応しなかったと。メインは一人だろうと思った瞬間、後ろからアート、バイク設置、インスモークの2人、 TP のマーシャル、そしてトラネコ1オン2、ちょワンワン、ラストジャッジ、うわラストジャッジアート、この距離だと守りはキャット3。ブロフェルドディスミスで逃げてリレーボルトを入れていくギャンピンに対してはブロフェルドリポジション、ここは桜井、キャットは上げないよっていう素晴らしいプレーですね。センターから今度はトラネコ、あ、見えた。さあでもこれは潰しに行きますね、クレジット全員で潰しに行きますね。はい、この打ち合い、キャリルか、ミサヤ耐えた耐えた、いや、おー耐えた、耐えました。武器1本、ブレードストームがある。シーカーが上がったというところでのラッシュ、雷ファーストブラッド、そのままハイギアから、さあネオンファーストレーンを使って中に入ってくる。ネオンねじ伏せられました。そしてトラネコ、アラームボットと何回も遊んでいる。さすがにここは倒されます。で見えました、フラックスのリコン、よし桜井ダブルキル3人目。その間にブロフェルドも体力30、おー横取った桜井足で、さあどう止めるか、雷が出てくる。さあここはこのナノスワーム、ワインは発動できるか。壊しましたかね、壊しましたね、即壊したかもしれません。さあオープン設置にはなっています。あ、ただもうこれはキープですね、さすがに厳しい。設置はできましたがキープの判断、はい、まあ、その当たり前のことはヘブンへ、トラネコのカバー、1ストレード、おお3人素晴らしい離婚、3人ヘブン確定。それに対しては神より反応した。CT への抜けはしっかりフラッツは抑えています。ハンダスクーリー抜いていくブロフェルド、2発目、3発目はヘブンシャイ、ここは反応がありません。これで下のクリアリングはなくていいですね。残り
ヘブンから桜井、9ラウンド目、目の前の桜井、桜井オーディン、オペレーターは桜井、オペレーターの轟音が鳴り響きます。さあそのままショート、いやセンターからマーケット抜けにはティーフィー、ファストレーンで入っていくギャンビン、ここはフラックスが対応する、ミサイルのカバーで2オン2、その間しかもオペレーター、非常に回しながら桜井前に出るところをコブラ抑えて、さあドローンと合わせてさらにキャットから出てきました。その間にオーディン勝負アート、そして右から入ってきます、あえて通る。さあ5対面、ここはブロフェルド、エンプレス、ディスミス、手前にはいない、リーヤの返し、アートのオーディン、さあ縦に、ああ最後はカメラに抜きました。テイクに自信のある戦後ゲーミング、桜井のダブルキル、まだ設置はできていません、残り55秒、最後の一人だ、ミサヤ挟み込まれました、メインから最後はカメラリー、いいぞティーフィー見えました、しかしファースバイクを設置、さあメインにはフラッシュが来てトラネコ避けています、2人ジャンプダブルキル、言えない中で素晴らしいダブルキル、カバーのリアも入っています、コブラのブルドックもドロップ、うん、さあこのブルドックを雷、さあマッチポイント、まあ、やはりこのラウンド数に余裕がない分ってディフェンダーサイドが苦しいですよね、守り方はそのバリエーションというものを、まあ、そのまずいつもやっていることをするんですけども、結局それを突破されるとそこからの変化というものをまあ、時間かけれない分、はい、うん、来るコブラ、それが分かった、そしてリレーボルトも入った中、雷、そして桜井のカバーに確認、桜井ブリンクイン、横にはアートいる、桜井しっかりモーターから倒しています、ブロフェルドのカバーが入って、ラストはミサヤ、そこを抑えたトラ、センター、ここは壁が立った、さあどこにも行けないセンターどうする、ファーストブラッドギャンピン、ベルト、ここは3外った、ランデムで帰る瞬間アート、上からティーフィーキングウェイ、ラストはミサヤのキルによって、さあこのまま B のセットアップに向かってリテイクの形を取っていく戦国ゲーミング、ファーストブラッド、おーブルフェルド縦壁からの奥まで入っていくヘクサード、いやーいい設置ですこれ、上から降りてくるところもしっかりケア、まあ、この位置はある意味のオープン設置、ただ苦しいのがトラネコの位置、ラストはフラックス、壁を耐えて 100% でこれは解除ができる、ただ自らミサヤが行きました、ここで逆に遅れたドローンを出してね、はい、あのしっかり前を取らせないという動きもありました、ファーストブラッター桜井返してますね、うん、さあここチューブ下抜け、ブロフェルドが抑えられ、さあさらにここセンター抜け、もう一人のトラネコも抑えられた、さあ B 側3人どうする、打開するか雷、まだ設置はしません、蘇生です、これで4対3、人数状況有利の戦国ゲーミング、雪だるま2は確定、その間にギャンピンが手前側で抑えた、4対2、ロックダウン、いやーこれは破壊ができない雷、ダブルキル取った、そして、そして最後は桜井、ロックダウンを放ったらった場合は A 進行しようよと、ファ残り30秒、ここでセンターのが分かっている中でのギャンピン、ワンピック、4対3、ハンターズフューリー、リテイクを阻止したいハンターズフューリーです、ツールドフォースから手を離さない、自信がある、ティーフィーも解除に行きません、これは安泰でしょう、ハーフまで行った、最後はブロフェルド、素晴らしい連携、スローオーブで、おわ面白い、アイドルエントリー、しかしトラネコ、ティーフィー、ギャンピン、ミサヤに落とされて、
この勝負はどうだ、銃が出た、素晴らしい反応、よく反応できるな。あの一瞬のキッチンまで戻りました。キッチン5対面、噛み合うか、噛み合う、ある意味噛み合ってる。ファーストブラッドフラックス、キッチンいるのが分かった。おっ、あ、この二人はどんなテレパシーなんだ。桜井裏取った、これは一方的に取れる、向いたか、正面では桜井トラネコ、ラストワンワン、トラネコでいい、フィーフィーは、うん、フィーフィー、でキャリアダウン、桜井はもう時間がありません。クラッチ、ロックダウン放って取り返しを始める。さあブラジル設置完了、横からアート、2人弾幕を敷いて雷、なんとか逃げ切った。上下2段、ただこれ蘇生もできますよ。ミサヤハーフまでいけるか、壁があるぞ、ガチ解除成功、うん、天国ファーストブラッド TP センタープロフィールドのカバー、強い。さあ A バスミの形を取った、中ではギャンピン、ラプター側で抑えている。センターミサヤハサミはさせないというところ、桜井の勝負、残り1名、ラスター桜井、あと30秒、苦しい状況のワンオンフォーです。コブラのオペレーター、キュータファーストブラッドコブラ、雷が落ちました。セッただ入ってますよ、桜井深くまで入った。ここでの勝負分かった、アップしました。どうだ、ここ打ち負けた、オーディンの弾幕、ここにはブロフィールド、ツールドフォースでワンピック、桜井もよく反応しましたね、今のナノスワームを破壊してすぐに設置ができる環境、ドローン回して、そこにはティーフィー手前まで入りついた、ロックダウン、ハンターのフューリーフラックス、どう打つ、即打った、しかしブロフェルドはその間に倒されて、ティーフィー残り1ミリ、ギャンピンよく反応した、これはガチ解除されてしまう、ハーフまで行って、ワンワンラックス抜けない、あと一歩、トリプルアクセル、これあこれ設置ができないですね、はい、意外と1ミリあっても判定はあっても設置ができなかったりします。少しミスになりました、ミスを取り返していくギャンピン、いつ出るか、いやいいタイミング、素晴らしい、しかもスパイクキャリア、まさかのチューブ、残り1名、ラスト1オン3、あと10秒、フレンジーならチャンスがある、ここはフレンジーのリロードタイムです。セカンドバイをしているヘクサード、ブロフェルドヘッドハンターでワンキル、ブロフェルドのカバー、ヘッドハンターでワンキル、カバーに入ったキャンピン、アート、アート、あえての手前での設置、まあ、武器回収をしに来ると予想し、あー見えた、見えてきました、ゆっくりカードです。いやでもヘクサード今惜しかったですね、はい、ヘッドハンターでトリプルキルを取って、おこれは人数差ができて、ラウンドきついところも取、武器は最後の無理買いになっています。見えた、ファーストブラッドフラックス5対4、人数状況は有利なヘクサード、じゃあ、ね、1人取ったコブラ、上にはミサヤ、4対3、さあマッチポイントからラウンドの取得のポイントへ、設置は焦りません、スモークカバー、削られたコブラ、プラス横取った、ラスト桜井対ミサヤギャンピン、もうブリンクは放てません、手前の勝負、桜井ギャンピン上を取ったか、ギャンピン反応します。